ちのお父さんの亡くなったお父さんの名前です。おお、いつ亡くなったんですか。もう去年ですね。あ、え、じゃあ最近だ。まあ、あ、去年って、あ、違う、ごめんなさい、2年前です。もう親父がじゃあ元気の時にオープンして。いえ、もう亡くなってからです。お店オープンしたのいつ。はい、今年の2月です。マジか。あ、さっき11月と去年の話したもんね。そうです、そうです。うん、待って、そんな話したら生放送で今日の10時の講座の番組はお休みだそうです。業務連絡。あ、そうか。あ、そうなんですか。はい、10時のやつお休みなんですか。あ、あの講座の番組ね。 FM 講座ですよね。うん、 FM 講座と昨日版と那覇は兄弟。あ、知ってます。あ、お伺いしてます。あ、知ってます。僕講座も出たことあるんで。あ、本当に。はい、どの番組に出たんですか。僕バスケ関係なんで、新田さん。新田さん、新田さんも出たことあるんです。なるほど、新田とチルドレンか。まあ、チルドレン僕一回しかない。チルドレンではないですけど別にいや、でもね、なるほどね、分かりましたよ。いや、でも、あ、宮ちゃん今夜ありがとうございます。合わせか行こうかなってパパやさ、さっきのビールの。ああ、なるほど。はい、パパやさんも仲間だってマイクあげます。時刻は10時を回りました。 FM ギノワン 79.7MHz でお届けしているのはマスターひふみのカソラジオバー、ひふみずバーでございます。10時台最初のコーナー消えよった。最初のコーナーはこちら。ノリがいいねね、踊るの好きなんで本当にバッカスのこぼれ話。このコーナーは昔バーテンだった僕が本当にバーテンだったのかって七夜幕まで聞かれるんですけども、お酒に関してのうんちくを語る、うんちくの紙を読むコーナーです。それまでね、うんちくを語るコーナーって言ってたんですけど、ヒップーさんが出た時に出てもらったことがあって。あ、本当ですか。うん、すごい。コミュニティ出ない人が出たんですけどす出てもらった時に紙読んでるだけやしって突っ込まれたんで紙を読むコーナーとそれから言っております。このコーナー最近ね、もうずっとあのお酒のうんちくって何を語るかって言ってもいろいろお酒の話、あの質問とかっていうのをゲストさんに聞くんですけど、はい、大体みんな美味しいカクテルなんですかとか、あ、私におすすめのお酒は何ですかって聞かれるんですけども、店やっててどう思います。私に勧める おすすめの酒って聞かれたらなんて答えます。あ、そうですね、まあ、とりあえず 極端なんですけど、とりあえず甘いのがいいのかとかまず聞きますけど。聞くでしょ。ただ僕はあのカクテルで言うんだったら、うん、やっぱ定番どこ行きますね。定番の方。そう、もちろんお客さんの好み聞かないとわからないです。わかんないです。もうヒアリングですよ。そこは普段何飲んでるのとか。そうですね。それなしで聞いてくるからできないよってできないですね。そうそうそう、それは無理だ。そうそう、それは準備ができないんですよ、うん、なので誕生日を聞いて誕生日のお酒の話をしようとしてるんですけど、それで誕生日お伺いしたんですけど。なるほど。誕生花ってあるさ、はい、誕生日のお花。はい、はい、お花あります。で、誕生酒っていうのもあるの。お伺いしたことあります。そこまで気にしたことはないんですけど。そう、それがね366個あって、はい、みんなそれがどれかカクテルなんですよ。で今回、ゆうさん あの違う、アハンティの誕生日が、誕生日が6月23日。そうです。これ何座ですか。カニ座です。カニ座、はい、全く俺の前に6月生まれがなかなかいないのでピンとこないんですけど、このね、6月23日 あの誕生酒がこちらです。ヨーグリーとストロベリーソーダかな。ヨーグリーとストロベリーソーダです。ヨーグリートなんですね。ヨーグリート分かる。分かります。飲んだことある。飲んだことあります。おお、さすが。前の居酒屋で使ってたんだよ。あ、ヨーグリート。今あのお店ではやってない。うちの店は置いてないです。あ、ほんとに。このヨーグリートなんですね。ヨーグリートストロベリーの味があるんですよ。ああ、なるほど。らしくて、はいはいはい、それのでこれのまた先言葉っていうのがあって、はい、これが面白いんですよ。先言葉お伺いしたいです。はい、6月23日アンティさんのいちいちかかって見ないと間違えそう。アンティさんの6月23日生まれの方の先言葉はこちら。心地よい空間を愛するピュアな心の持ち主。心地よい空間を愛するピュアな心の持ち主。
あ、いや、ピュアなことが一緒ですよ、僕は。そう、嘘つけないんで、僕。あ、いいですね、うん、正直者。正直です。心地よい効果空間を愛する。心地よい空間、まあ、声がでかいね、どうなんですかね、この心地よい空間が作れ、提供できてるか分かんないですけど。いや、自分が愛してるかどうかっていうのが問題ですよ。あ、そういうことなんですね。はい、愛してますでしょ。あ、もう僕はもう自分のことも、もう全力で、僕は全力でもう、まあ、沖縄が好きなんで、もう本当どこでも全然。だってやってるだよ。いや、そこでちょっとやっぱりかちょっとね、ごまするではないですけどね。そこは、いやいや、心地よい空間を愛するピアノ心の持ち主のハンティさんの、カクテルのレシピがヨーグリートストロベリー、これね長いんだよね、ヨーグリートストロベリーヨーグルトリキュール、ヨーグリートストロベリーヨーグリートリキュール、ヨーグルトリキュール、要はヨーグリートの、要はストロベリーの味があるってこと。そうそうそう、ヨーグリートの、あのヨーグルトの味のやつは僕分かるんですよ、うんうん、要はストロベリーのやつがあるってこと。あれヨーグルトの白に青の、そうですそうそうそう、あれのピンクの、あれあれピンクがあるってことですか。ピンクか赤か、なんかあり、ま、あるんですね。あるあるある、あれあの定番のやつしか分かんなくて、これ飲んだこと、どっちも僕飲んだことなくて、乳製品ダメだわけよ、牛乳屋なんだけどさ本職。あ、けど牛乳好きなんで、まあ、そこはやっぱなんか合ってることがあるかもしれないです。そうそうそう、僕は好きなんですよ、うん、牛乳。で 今も飲めたりするんですけど、うん、で、あの、それを45ミリ入れてソーダで割って出来上がりっていう簡単なカクテルなんですけども、全然僕の体に合うから、甘いや、合うでしょ、何でも飲めるでしょ、何でも飲めます。ただ一応ヨーグルトは毎朝と毎夜、毎食べてる、食べてます。ああ、いいですね、腸内活性化、腸内環境の整えるためにいいですよ。ヨーグリートストロベリーヨーグルトリキュールはオランダで作られているヨーグルトリキュールのストロベリー味です。もう舌噛みそうね。アルコール度数は16度と比較的に低く、甘口であるため主に女性を中心に人気があるリキュールです。心地よい空間を愛するピュアの心の持ち主のアハンティさんにぴったりのカクテルではないでしょうか。以上、バッカスのこぼれ話でした。バイバイ。逃げるように、逃げるような本当すね。まあいい逃げ方なんじゃないですか。バイバイ、いいっすね、めっちゃやりやすい、逃げるように。いや、楽しいわ。楽しんでいただければそれでいいです。いや、マジ楽しいっすよ。ありがとうございます、うん、今度お店行きたいな。なかなかでもチューブで飲む時間なくてね。お住まいも向こうなんですか。南部ですか。そうそうそう、中です。あ、じゃあ飲む機会ないですね、こっちの辺では。そう、だけどよく こっちで、長いじゃないですか、FM キロマンも。うん、こっちでやるきっかけってなんか、那覇もあるじゃないですか。那覇からずっと通ってます。マジですか、すごいっすね。変態ですね。変態って言うんですか、それ。まあ、変態かもしれないです、ただの変態がお届けしているひふみずばでございますけども、アンティさん、はい、さっき話途中だったんですけども、はい、待ってくださいちょっと、コマーシャルでコメントも拾っていきましょうか。あやなりさん、お腹ゴロゴロするの男の人は多いですよねと。お酒、牛乳がね、僕ダメなんですよ、このお酒、あ、お酒じゃない、牛乳飲むとお腹ゴロゴロするんですけど、僕が今販売している EM 玉木牧場牛乳は、はい、ゴロゴロしづらい。僕めっちゃ飲んでましたよ、うん、ずっと前からあるじゃないですか。ずっとある。僕あればっかり飲んでましたよ。そう、僕この牛乳を飲み始めたんですよ、やっぱり体にいいからって、売りながら飲む、はい、最初本当飲めなかったんです牛乳、はいはい、だけど今飲めるんですよ。うちの牛乳はゴロゴロしない、あれしにくいらしいです、腸内環境にいいんですよ。だからぜひ皆さん牛乳飲んでゴロゴロする方、 EM 玉木牧場牛乳、僕スーパーで買うより僕から買った方が50円安いです。めっちゃお世話になってましたよ、僕本当に。マジで本当逆抜きで本当にお世話になってました、うん、そう、そのゴロゴロしないんですよ。高間さん、想像の世界へ思いを馳せるアスリート、これは誰のこと言ってるんですか。私、あ、オールドファッション、あ、そうか、自分の話してるんだ。私はオールドファッションどうでしたっていう、ね、高尾さんの先言葉とさっきですね。岐阜の9人のバーバさん、いらっしゃいませ、こんばんは。今日は息子の、嫁ちゃんの誕生日で食事して今帰宅しました。あ、そう、お嫁さんの誕生日だったんですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当にいいね。お店で誕生日のお客さん来たら何かやったりします。あ、あの照明暗くしたりとか花火とかやってます。花火ってあのですよ、ケーキ来た時、このロケット花火、あ、ロケット花火はやばいっす。あのこの間だってもう2日前もお母さん、夫婦じゃない、
あのお母さんと息子が来て、うんまあ、照明急に暗くして、うん、サプライズの誕生日会をしました。僕が見せてる時にやったんですよ、はい、でケーキが準備できないです急に来る今日実は誰々誕生日って言った時にオムレツ焼いてからさオムレツにろうそく立ててやったわけよ。あけどいいんじゃないですか。ケチャップでかけるさ。はい、かけますかけます。あれ上等だったよ。卵いっぱい使ったから今できないですけどね卵の値段落ち着いた。いやまだ、まあ、まだまだか。全然です、全然です。まだまだか。ヤンポーさん俺6月25日生まれのカニ座。お、近いね。めっちゃ近いですね。なんか6月25日生まれの人結構知り合い多くて、うん、なんか同級生もいたし、なんか、うん、他人というか、まあ、あの知り合いの方も結構いたんで、なんか6月僕の周り結構多いイメージなんですけど、ね、ルイは友を呼ぶってやつかな。そうなんですかね、まあ、けどありがとうございます、まあ、報告いただいて。いやヤンボーさん、うん、沖縄にゃんちゅるさん、ヨーグルトのお酒甘そう。甘いっす。甘いでしょうね。ヨーグルトめっちゃ甘いっす。意外と可愛いやつ来ただから、ね、この体格が意外と可愛いと思いますよね間違いない。体重何キロあるんですか。115です。おお、身長は172です。おお、がっちりですよ。がっちりです。もうブレイキングダウン出れそうです、ね、いやもう今日もブレイキングダウン見てきました見た、ちゃんと見た。ペーパービューで。あ、買いました。あ、うち流すんで。あ、そっか、買って流すんで。お客さんも来たんでこれで見たいっつって。これをペーパービュー買ってなくてアメーバで通知が来たから見てたら、はい、アメーバで見たんだけど見てる人を見るっていうそういうことですか。うん、あのあの西谷くんと、西谷くん、はい、芸人の第1回目に出てたあのハゲのおじさんと、あのもう一人あの人は MMA の選手が3人で、名前が出てこない、ごめんなさい今パッと出てこないですけど、うん、MMA の選手はあんまりいないんで、うん、ブレイキングダウンは、はい、うん、います、います、はい、この人樋口さん、樋口さんじゃないですか。樋口じゃないけどもういますよ。樋口は試合出てるさ。あ、出てます、あの、あの実況じゃなくて、あのなんていうコメンテーターみたいな3人。あ、わちゃわちゃ、あの白川さんじゃない、誰っけ、アノンさんの女の子と4人でわちゃわちゃしてて、はい、これなんかが試合見てるのを映してて、はい、本戦は そこで映ったわけよ。で試合がどうだったかも言わんわけさ。だけどなんか、ああなんとかって感想を言うわけよ、はい、誰が勝ったか言う、はいはいはい、終わりました。したら別会場に選手呼んでからインタビューするけど、負けたかった喋ろうけよ意味よって言ったよってしたらみんないい人になってるんだよなはあ、もうあれたちよと思いながら見ましたあれたちよ。マジそうなりますよね。そう、さっきちょっとオープニング前に、番組始まる前にこっちキャンさんと、はい、あのモルコージさんと3人で喋ってたら、そのあのブレイキングダウンの話して熱く語ってしまった。アンプルキアと、ああ、あれどう思います？木村ですか？木村ですか？木村はもうどうでもいい。あ、もうどうでもいいですか？違う、僕はあの結局どっちですか？僕はあの朝倉未来が負けた後の直後 の、うん、あの YouTube を見て、うんうん、その後にそれを見た安保 の、 あの YouTube を見て、はい、でその周りの反応に対する安保の2つ目の動画 と、はい、朝倉未来の翌朝の記憶が戻った後の動画を見て、うん、はいはい、あのどっちも応援したいんですよ。だどっちも分かるし、僕は朝倉未来と安保ルキア両方に批判的な意見一つ持てなかったわけ、うん、2人素直に自分の心に喋ってるから、ね、はい、別に何とも思わなかったんですよ。で周りがうるさい。確かにガヤは多いですね。お前たちうるさいよと、うん、で言ってる人たち素直じゃないわけよみんな。だから僕初めてあの2人の動画をずっと見てるんですけど、いいねをするコメントしたことなくて、初めてコメントした2人に。どうしごはみたいに言ってるねっていう。いやけど本当そうですよね、うん、本当にガヤがなんかもう、だから朝倉未来がこんだけこのこしなんかもう何も周りに言わなくていいって言ってるじゃないですか、うん、X でも、うん、Twitter でも言ってるんですけど、うん、なんか本当にガヤがすごい騒いでるだけで、そう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 、なんか本人たちのやりたいこととか、うん、もう伝えたいことももう伝わらないで、うん、このガヤたちだけで、そう、なんかまとめて終わらそうとしてるから、そう、だからなんか MM、なんか格闘技用の動画をなんか YouTube 持ってる人が、朝倉未来がなんとかだ、アンプリケがなんとかって言って動画が、新しい動画上がってきたから、はい、なんか新しい情報来たかなと思った。前日の話をしてるから、ええ、いいよお前たちって思いながら全部飛ばしてあー、回数取れますからね。でもね、確かに、ね、トレンドなんで、うん、うん、カーボーイさん、ブレイキングダウンって何、 UFC とプライド、 UFC ですね、あ、 UFC、 あ、 UFC とプライドみたいなのの、そこが頭、え、あ、そこがなんて言うんでしょう、頭いい
うん、まあでも UFC とかだ、まあ、プライドもそうですけど、うん、やっぱりブレイキングダウンも全然一般人が入って介入して、うん、まあ、やっぱり時代だよね、まあ、もう本当に喧嘩地盤がとりあえずそもそも元々の、うん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 、要は母体じゃないですか、うんうんうん、だから見てくれる、まあ、1分間という戦いも面白いなと思いますし、うん、だからこの見せ方はやっぱりミクルさんはすごいなと思いますけど、あの人がそのブレイキングダウンやってるから、あの地下格の動画も見る人増えてる、あ伸びます、伸びます、もう全然でもそれしてなかったあるもあるので、いろいろでも面白いなと。結局他にも何でしたっけ、まあ、今だったらファイトクラブ負けちゃったファイトクラブ伸びるはずですし、今から伸びるはずですし、あのヤーマンさんやってるやつとか、でもそれ以外にも他にもやっぱりいろんな団体があるので、まあ今言えばあの成り上がりとか、ああいう人はやっぱり見る人は増えてますよね。そうそうそう、うん、面白いんだよな、面白いです、面白いです、そう、違う、何の話してるの、そうです、居酒屋お店の紹介しましょう。で、あのその2月にオープンして、はい、椅子抜き通りで、あのその商工会、商工会、通り会か通り会、はい、に入りながら、やっぱり他のお店の方とも仲良く、あもちろんです、もうもちろんいいよな、昔なかったんだよそういうの、あ本当ですか、うん、まあ那覇、僕がいたところはね、はい、あのな近所の、まあまあ何かやろうとした時にあれがやるんだったらやらんみたいな人たちがいたりする、そういう感じだったんですか、うん、昔は きつかった。で、まあ、そのお店はさっき言ったあのテレビでモニター入れて、あのスポーツ観戦できるような感じでやって、はい、なんか結構写真見たらあのホール少しスペースがあるように見えたけど、いやもうあれでもう席自体はもうあとはもうお客さんとか従業員が通れるスペースぐらいにして、うんうん、ちょっとカウンター席もあるので、あカウンターも人が座ったりするとやっぱりちょっと狭くなるので、通路的には、うんうん、もうあれが精一杯かなって感じですね。居酒屋、居酒屋です、洋風居酒屋みたいな感じ、ぶっちゃけ洋と和を混ぜてる感じです。あ、うんうん、なんで、今お店の要は壁なんですけど、はい、今ウォールアウト書いてもらってる方がいて、はいはいはい、その方が一応インフルエンサーで、まあ、TikTok か70万人フォロワー、うんうんうん、なんていう方ですか、デリバさんって方なんです、ゲイの方、あデリバさん、うん、デリバさんが毎週週に2回必ず書きに来てくれてます。デリバさんの絵いいよな、あの人がもううちのお店のウォールアウトを全部もう多分2年か3年ぐらいかけて、うん、もう書いてる、書いてやるっていう話でも一緒にやってます今。はあすごいな、どこで知り合ったんですか。いやもう元々は僕も もちろん知り合いじゃないんですけど、うん、沖縄市にこの僕ドレッドとかこの、うん、なんか要はブレイズとか、はい、ああいう髪が好きだったんで、ブレイズがわからん、あのドレッドみたいな、要は編み込みみたいな、あ、はい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 、そういうことアフロ、僕昔アフロもやってたんですよ、うんうん、似合いそうだねやってて、ね、ほんとやってた時があって、うんうん、で31、2ぐらいの時に久しぶりにちょっとなんか やりたいなと思って行った店があったんですよね、うん、沖縄市の、うん、パークアベニューのとこなんですけど、はいはい、でそこのお店のオーナーさんと仲良くなって女の人なんですけど、うん、でその人とインスタでつながって、うん、でたまたま見た時にあのスループドッグってラッパーの人なんですけど、その人の絵が描かれてたんですよ、うん、どこ、あのこのお店の中に描かれてて、うんうんうん、えこれ誰が描いたんですかって言ったら、うん、あデリバさんってあの、うん、ゲイ あの有名な人だよって言って、うんうん、え知り合いなんですか、あの人絵描けるんですかっつって、うん、で話してえ紹介してくださいうちのお店全部あの人にお願いしたいですって言って、うんうん、そっからつながって、おで紹介してもらって、なるほどね、でもそっからもううちのお店こういう規模感で、うん、僕はもう絶対あのぶっちゃけ本当に、うん、まあ、宜野湾市県内一目指したいんで、うん、もうこの規模感でやりたいんでもうお店全部使っていいんでいいですかっつって、うん、で言ってあの人もまあ自分のあの要はやっぱり商売になるので、うん、自分の絵描いたりとかして見せるようにして、はいはいはい、でも来たお客さんもえデリバさん本当にいるみたいな、小人がいるみたいな、じゃあこれは絵が成長していく姿が見れるわけですね。あそうですそうです、ゆっくりゆっくり、もうゆくゆくもう1ヶ月おきに来て見た時に、うん、あこっちまで住んでんだみたいな、楽しいねそういうのもね、そういうのが結構いいんじゃないっていう話もお互いでしてたんで、うんうん、僕もそういうのが見てたら楽しいと思ったんで客観的に見て、うんうん、でそれでお願いするっていう気持ちで、うんうんうん、まあ、これが 2年3年経った時に全部完成した時にこれが全てですみたいな、これあれですよ、首里城の復興見てるのと一緒ですよけどおっしゃる通りだと思います、本当に作ってる途中が見れるっていうのは、そう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 、自分が見た時は、はい、だから僕まで行ったことないけど、例えばじゃあ近いうちに行った時に見た絵と、はい、それから1ヶ月2ヶ月か半年後に行ったらまた絵がどれだけ成長してるか、うんうん、進んでるかっていうのもまた楽しみだね、ぜひ皆さん見に行ってください。あもうぜひぜひ、もうあなるほどね、刺身あります、刺し盛りは出せますけど、うん、基本予約制にしてます、刺身は、はい、あマジ刺身基本ちょっとやっぱり
はいはいはい、難しいんで。そうなんですよ。なんかやっぱり今まだうちも開けたばっかりで、うん、やっぱりお客さんが入りがいい時じゃない時があるんで、やっぱ足がつくのが早いんで。そうなんですよ。そこはちょっとやっぱり刺身はもう予約制にしてます。そう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 、刺身盛りとか一応出せます。全然刺身盛りも刺身は難しいんですよ。もう海鮮居酒屋みたいな感じじゃないと、はい、回せない商品なんで。回せないです。本当にすごいです。もう、うん、管理がめっちゃ大変なんで。そう、居酒屋って大変なんですよ本当に。食材の食材ロスがね。本当です。本当よ。もう結局赤で出さんといけんかったまあけどそれも一つの醍醐味ですけどね、うん、だったらもうこっちがもっと集客してやればいいだけの話じゃない、うん、まあまあやり方、ね、やり方があるんじゃない。メイン今その一番の売りは何ですか。一番の売りはうちチキンですね今。おバッファローチキンってやつがあるんですけど、はい、一応今日持ってきたかったんですけど、うん、食べずつじゃないんですよね。でっかいやつ。いえ、普通のこの 手羽元なんですけど、うんうん、手羽元にこの要はケチャップと、うん、要は唐辛子とか絡めて。あ、はい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 。だからスポーツ完成してる時今日こう食べやすい、ワンハンドで食べやすい。そう、ワンハンドで食べやすいものがあるんですけど、うん、いかんせんラジオ中でちょっとやりづらいかなと本当は持ってきたかったんですけど、ちょっと無理かなと思って持ってきてないんですけど、うん、いやいやいや、もう食べに行きますよ。あ、ぜひぜひぜひ。これが一番もう売りですね、うちは。なんかソースがすごい美味しいって言ってくれて、うんうん、でお客さんがオリジナルソース、もううちで作ってるソースです、うんうんうん、でそのソースを残して、まあ、唐揚げとかにつけて食べてる人とか、はいはいはい、他のポテトフライにつけてケチャップじゃなくてこれつけて食べる人とか、うんうんうん、が結構多いんで。バッファローチキン。バッファローチキンです。本当はバッファローウィングってやつが海外で人気なんですけど、うん、うちはウィングって手羽先なんですよ、はいはい、手羽先食べづらいじゃないですか、うんうんうん、だからこれ手羽元にしてこの、うん、要はつけて食べやすい、あ、要はもうついてるんで、うんうん、要はこう食べやすい。なるほどね。感じにしてます。はい、はあ、沖縄大好きさん、はい、僕は食べ放題でも残さず食べる人です聞いてない聞いてない いやもう食べ放題でも残さず、もう食べ放題じゃなくて残さず食べよう、食べ物をね、間違いない、おっしゃる通り、理想の居酒屋。じゃあ、なんだっけ今日のテーマ。なんかあればいいな、こんな居酒屋。 あったらいいな居酒屋。出張居酒屋とか。出張居酒屋ってやばいっすね、なんか、うん、まあまあ、どういうことですか。僕が今日のこの番組の、この旧シートっていうのを作るときに、はい、テーマについて の例えばどんなのみたいのか書くときに浮かんだのが、家みたいに横になってテレビが見れる居酒屋とか。ああ、なるほど。とか、あとはその家の前に屋台で来てくれる居酒屋とか。ああ、それは確かに面白いですね。屋台で来てくれる。だ、もう現実問題、できるできない別として、発想としてね、っていうのを言ったんですよ。なるほど。出張居酒屋欲しい。人が作ったご飯食べていって主婦多いはず。確かにね。なんかキッチンカーで要はパッて来るって感じですよね。そう。あ、面白いかも。町内会で、はい、公民館とかさ、はい、その地域の空いてる駐車場とか、昼は会社が使ってるけど夜使ってない駐車場で夜定期的に来るとかっていうのもあってもいいのかなと。まあ、要は即席のテーブルがもう5、6個ぐらい並べて、そこでもう要はオーダーしてパーって。じゃなかったら皆さんそこに買いに来て持って帰るとか。ああ、なるほど。住宅街だとね、そこで人が集まるとうるさくて。あ、そう、確かにそれはあります。近所迷惑になるのでね、そういうのも面白いなってちょっと頭で浮かんだのを書いてみました。あ、なるほど。そんな皆さんからのメールも来てるんで紹介していきましょう。ね、あったらいいな。さっきね、ヤンポーさん、聞いてないことを書いたヤンポーさん違うな、それは。いやけどありがたいですね、本当に。それ沖縄大好きか。本当にありがとうございます。聞いてないことヤンポーさん書いてきたんだよ。待って、今メール送ってきた、さっき送ったのと違うの。あ、メールが2つ来てる。あ、2つ目の読もうね、ヤンポーさんね。ヤンポーさん、俺は酒をやめたので居酒屋に行くことはありませんけど、若い家族でも楽しめる子供たち、用のメニューが豊富な居酒屋があればいいんじゃないかな。居酒屋といえば大人がメインのメニューばかりなので、子供たち用のメニューがあれば家族でも楽しめるんじゃないかと僕は思います。確かにな。いや、味付け違いますからね。ちゃんとしたこと書いてる。味付け全然違いますからね。やっぱり居酒屋で酒飲む場だったらちょっと味付け濃かったりするんで、うんうん、おっしゃる通りかもしれないですね。1通目に書いてきたメールも読みましょうね。はい、お酒やめましたということで、ね、その居酒屋、うん、お酒やめたから本格的な焙煎からやってるコーヒーがある居酒屋がだったら通ってもいいなと。注文して焙煎からなのでチェーン店とは全く違うコーヒーが味わえると思う。
鳥取県の、サバイコーヒーがすごく美味しいコーヒーですよ。正直に言うとスタバのコーヒーは俺の口には合わないと。わ、そこまで言うか、すごい。スタバのコーヒー、まあ、コンセプトがちょっと違いますからね、スタバ。ね、確かに、うん、あっちは空間を売りにしてるので、うん、あれですけど、けど美味しいと思うんですけど、僕も全然、ね。なるほど。カオポイさん、あ、待ってよ、あやなさん、焼き鳥とチャーハンは永遠に食べれるな。けど分かるかもしんない、めっちゃめっちゃ分かるかもしんない。焼きそばと焼きとりちゃん、しんちゃんこんばんは、遅くなりました。はい、こんばんは、いらっしゃいませ。こんばんは、アンティです。すいません。ナイチムリスナーさんも多くて。あ、本当ですか。うん、このしんちゃんは大阪の方なんですよ。で、僕大阪行った時に、はい、てっちり鍋のチェーン店にてっちりですか、はいはい、紹介してもらって行ったんですけど、連れても行ってもらったんですけど、安いんですよ、そこチェーン店なんで。はい、こっちの鍋はまあまあなんですけど、ヒレ酒が超うまかった。何がヒレ酒、ヒレ酒わかる、わかんないです。日本酒にそのてっちり鍋はわかる、わかります、わかります。フグ鍋、わかります、わかります。フグ鍋なんですけど、フグの、はい、フグヒレを炙ったやつを熱燗に入れるわけ。はあ、香ばしいわけよ。あ、それはすごい香りでそうですね、本当に。そう、出る、出汁も出るし、すごいですね。で、これをそのまま飲んでもいいし、はい、火つけてアルコール飛ばし飲む人もいるわけ。なるほど。アルコール飛ばすとちょっと甘みが強くなって、うん、またさらに美味しいわけよ。もう茶の店焼いたヒレ、そうそうそう、超美味しかった。また行きたい。こんばん、味噌、味噌煮込みスキーさん、今沖縄から、え、沖縄から空輸した島唄をコーラ割りしたらめちゃくちゃ合う。あ、コーラ割りする方多いですもんね。うん、うん、島とコーラ割り。昔僕たちはミネラルウォーターが販売される前の世代なので。なるほど。酒飲むときはもうコーラかセブンアップで割る。あ、そうだったんですか。氷も買ってこない。へえ。そのまま、そのまま直で、へ、早く飲んで冷たいうちに。あ、そうですか。なるほど、なるほど。ベロンベロンでしたよ、歯が出るので。それはベロベロになるっすね。ジュンジュンさん、あったらいいな、こんな居酒屋。とにかく変な客がこんな店。一番楽だな。変わっ、あ、現役でやってる方に変わったお客さんの話は聞けないですけど。いや、別に変わったお客さんいますよ、いっぱい。どんな方、喋れる範囲で。いや、なんか変わったお客さんっていうのはあれですけど。できいる、できん。できいます。いる。います。何したんですか。いや、もうだるがるみ。あ、他の客に。はい。あ、まあ、そこは多いかなって印象ですね。うんうんうん。まあ、けど一応一人だけなんですけどね、一番後ろのデッキンは。うん。だけど本当だるがるみだけはちょっとやめてって。で、まあ、次のやっぱり当日、常連さんも増えてきたんで。うんうん、うん、まあ、またすごい仲のいい常連さんにだらがるみしたんで。うんうん、ちょっと会計の時にちょっと面倒くさいよって言われて。うんうん、じゃあ後日ちょっとはいって言ってもな、すいません、うちではちょっと。本当だよ、飲み方の悪い人は困りますよね。その方も一応関西の方だったんですよ。あ、なんか関西弁喋ったら落ち着くか、関西弁喋れみたいな人に、あのうちのお客さんに、常連さんに。ああ、もう YouTube 見てから YouTube と喋れて。いや、マジで、もうマジであれだけは本当に勘弁ですよ、マジで言いましてね。僕も大阪にいて、ちょこちょこ関西弁になる時あるんですよ。それが安心したらしくて。あ、なるほどね。でそれで聞いたからって言ったけど、お客さんにそれを求めるのおかしいだろうって。そう、確かにな。もうそればっかりやめてって言って、もう会わないです、ごめんなさい。ああ、いいね。ちゃんと来ない。あ、もう来ないです、もう来ないです。もうよかった、さすがに。来たらもうすぐあれですけど、もヤンポーさんもフィンガーさんもセブンアップ世代ですね、みんな。セブンアップは僕も飲んだことあるんですけど、美味しいですよね。あれ昔あのセブンセブンっていうウイスキーが、セブンセブン、もう僕たち親世代。あ、そうなんですか。シーグラムセブンっていうアメリカンウイスキーがあって、うん、ラベルに7って書いてるわけ、はい、それをセブンアップで割るっていうのが。あ、だからセブンセブン、セブンセブンっていうのが昔あって、こっちで今で言う JJ みたいな感じですね。 JJ は何、ジャスミンの焼酎、あの、あ、分からん、マツリカと、うんうんうん、サンピーチャー、あー、ジャスミンじゃないですか。だからこれ JJ っていうやつ、飲み方があるんですよ今。あ、なるほどね。今で言うそのコークハイ、コークハイ、はい、コークハイの走りみたいな感じよ、その当時昔の、ね、本当にあんなって飲んでた僕たちみんな。そう、悪酔いするんだよ、甘いから。いや、なるって、ね、なりになると思います。ね、まあ、美味しそうですけどね、めっちゃ美味しいと思いますけどね。今お店の営業時間帯って何時からやってるんですか。夕方5時からです。5時から開けて、5時から開けて12時で、12時閉店、閉店12時なんですけど、一応あの例えば10
11時にフードが終わっちゃうんですよ、うんうんうん、けど、まあ、ちょっと10時45分に入ってきたりとかした時はちょっと若干伸ばしてあげたりとかはしてやってます、うんうんうん、スタッフ何人いるんですか。1、2、3、4、僕合わせて5名ぐらいですかね。お、まあ、十分回るぐらい。常時5人常時4人か。あ、常時はもう3人ですね。3人で回す、すごいな。常時3人で忙し、昨日も忙しかったんですけど、もう3人で回ったんで。今日は今日は今3人でいますけど、もう多分1人上がってないから、今日ちょっと暇だったんで。休みの日だからかな。多分あの祝祭日がちょっと、最近僕もあんまり祝祭日開けないんですけど、うんうんうん、開けてみたけどやっぱりちょっとなっていう感じだったので。あ、なるほどね。多分もう1人上がってないかなっていうニュアンス。お店休みは何曜日ですか。今一応ランチやってるんですよ、うち、うん、土日だけ、はい、土日だけなんですけど、はいはいはい、土日のランチはあのピザの食べ放題のランチやってるんですよ、うん、いくらで。税込み1300円、うん、であとはあのサラダバーと、はい、あとからサラダバー、あとスープももちろんついてるんですけど、うん、これ食べ放題。食べ放題ではサラダバーとスープ、サラダとスープと、うん、唐揚げとポテトフライ食べ放題とピザは食べ放題です。あ、おいおい、1300円。おで、まあ、子供、まあ、まあ、今高校生以下の子たちはこれから500円引きなんで、うん、まあ、800円ぐらい。おお、なるほどね。まあ、ちっちゃい子たちはもう800円ぐらい食べる感じで、うん、いいね。マスター、まだバー大丈夫。あ、ヒフミズバーはあと26分営業してますんでヤンポーさん、翌日大変ですよ。高校時代に二日酔いで授業中寝てた。えらいな、学校行ったって、まあ、行けてることがすごいですね。そう絶対行けないですよ、ね、ヒンガーさん、瓶に入ったワインクーラーってあったけど、うん、アルコール入ってたのかな、中学生の時にワインクーラー、これ知ってますよ、僕、瓶に入ったやつ。もう僕だけ、これね、そう、僕なんか、僕の世代はワインクーラーをビーチに持って行って飲むっていうのがおしゃれだった。おしゃれですね。死におしゃれだった。めっちゃおしゃれだった。だからその時に、はい、ブラックラム持ってって、あ、ブラックラム、はい、クラッシュアイス、その場で作るわけよ。あのカチはスプーンの裏で割ってクラッシュアイスにして、はい、ラムをついで、このレモンをさ、切るカットしないで柔らかくするわけ。潰して、潰して、はい、で中くり抜いて、したら絞ったら出てくるわけ。もちろんあれ絞って、やばいっすね。っていうのを二十歳ぐらいの時やってた。いやけど相当酔いますね。もうベロンベロンしたの運転手もみんな当時カウボーイさん、久米島のグレン、久米線のグリーンボトルをセブンアップお墓で飲んでたら、おじさんが来て死なするよって言われるっていうやつかな。多分これ死なす、どうなんですかね。そう死なす。この方はあの目が見えないので、音声、あ、そういうことなんですね。音声入力で文字変換が、多分今日も酔ってるんでしょ多分これ死なすよって意味です。死なすよって意味ですね。多分お墓で飲むのは行ったよって感じですよね、多分。これ本当に人間でしたかまた草のお墓が喋ったっていう友達がいる。いやで、お墓のお墓で一人タバコ吸ってたら、はい、なんて言った、何だったかな、こっちで遊ばんけって墓が喋ったってか逃げてかって、もうあれ以来アニアはあのお墓に行かんことだったお高級のコーヒーをよろしく頼むよ。あ、はい、わかりました。かしこまり。仕入れてくるんで、3日くらい待っててください。キャー、ピザも無限に食べれる。アイドルさん、ガチマンや。ピザいいな。ランチは何時から。11時から開けてます。11時から入って、はい、時間制限は 3時までですね。時間制限あります。いや、もう1回入ったらもう。4時間食べ放題してもいい。あ、食べていいです。ピザ食べきれたら全然。全然無限に食べなくなって1時間食べないで座ってたらもう帰ってもらう。いや別にいてくれて別にいいっす。あ、ほんと、うん、桜になるか人がいる方がなんかあれなんですよね、うん、やっぱ昼飲みしたい人もいるんですよ。あ、確かにね、昼飲みしたい人がいて、それでやっぱ酒飲むんで、うんうんうん、まあ、まあこっちでも取れるんだったら全然制限も設けなくていいかなって感じです、うんうんうん、意外と多いです本当に、この辺ももしかして昼から飲み放題やる。飲み放題は4名来たら全然やれます。あ、なるほどね。やれます、やれます、全然。まあでも、でも3時に一旦閉めるんだよね。まあ3時に、土曜日だったら3時に一旦閉めるんですけど、うん、まあ、なんていうんですかね、うち一応スポーツ見れるじゃないですか、うんうんうん、キングスの試合とかが、はい、その時間 2時とかであるんですよね、うんうんうん、でその時の予約が入ったりするので、はい、だからランチからフルで営業することも全然あるんですよ。あ、なるほどね。だからずっと開けてる状態。予約が入ってれば空いてるから、入ってればもうずっと開けてる状態なんで、もうなんで、ただランチはもうさすがに4時までではもう全部終わらせてもらえないと、うんうん、夜のディナーの営業できないんで。そうだよね。
まあ、その機材とかあるので、まあ、その辺片付けしないといけないんで、まあ、3時半までに終わらして、ヒンガーさんがお店行きますねって。あ、ぜひヒンガーさん、ヒンガーさん、僕、ありがとうございます、もうぜひぜひ。ヒンガーさん、とってもいい人。あ、本当ですか。グシカーから来るんだよ。グシカー、グシカーからアルゴスクまで飲みに来るって。もうぜひ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 、時間がある限りでいいの、いいので、本当に僕毎回いるので。あやなりさん、食べ過ぎてデッキンとかないかな。全然ないですよ、だってもう食べ放題に意味がない。食べ過ぎていいです、食べ過ぎて全然大丈夫です。デッキンはなかなかありえんな。お酒を飲まなくてもランチは OK。 あ、お酒飲まなくて大丈夫です、全然。あ、確かにね、うん、全然大丈夫です、お酒飲まなくて。メール行きましょう。ひみさん、キャンさん、皆さん、こんばんは。ワンワンワン、プププカープボーイです。テーマ、あったらいいな、こんな居酒屋。100均の居酒屋買ったらいいなって思う。あー、けど斬新かも。面白いは、って思うけど、100円ショップみたいに500円くらいまではあって、食器類とか全部ダイソーの高いやつとかで揃えたら面白いんじゃないかな。100均居酒屋面白くないですか。結構これだったら原価バーみたいなのあるじゃないですか。原価を出してる、原価で出してるとこあるんですよ。うんうん、でその中でどっかで利益作れるものがあれば、うんうん、別にドリンクは原価で出せるんだったら別に100均と変わらなくないですか。いいね、面白くないですか。利益取れればいいんだよね、うん、どっかで取ればいいじゃないですか、うんうん、例えば入場料でもいいですし。あ、確かに、うん、そっかで利益取るんだったら別に原価で出してもいいわけだから、うんうんうん、それは面白いかもしれないですね。高保さん、ワンコインのコップ酒もありますよね。うん、あるね、確かに。コップのやつありますね。はあ、いいね。コハグラのボビーさん、アハティさん、アハーティーさん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のすでに年末の動きになってきたダンサーズでございます。もう年末の話なんだよな。そうです、早いですよね。もう年末、あったらいいな居酒屋さん。移動居酒屋ですかね、やっぱり移動居酒屋が。あ、面白いですね。この方、名古屋の方。アイディアは面白いです、マジで。うん、居酒屋の個室が車になっているものです。待て、走りながらどうやら酔うよ。絶対酔うよ。個室、店内は、豪華な装飾の個室居酒屋でしたら面白いです、うん、面白そうですね。イベントにも使えそうです、うん、皆様は移動居酒屋はどうでしょうか。今思ったのが、リムジン。あ、リムジンって飲めるさ、はい、なんかあんな感じじゃない。そうですね、テイストでいけばそっちの方が一番近いかもしれない、ね。まあ、ちょっとチャラすぎるけど、まあ、まあまあまあ、まあ、居酒屋っていうか、まあ、あっちはもうなんかもうシャンパンとかがあるので。そうそうそう、あっちはもうバーみたいな、居酒屋っていうかバーみたいな感じで、ラウンジみたいになるんで。ラウンジですね、うん、でも居酒屋だったら立てるぐらいの高さのトラックだな。そうですね、箱車。そうです、ね、アルミ板で作って、ね、おいいね。けど面白いですよ、めっちゃ、うん、やってみたいなと思いますけど、本当に。あ、面白いな。面白いです、面白いです、めっちゃいいかもしれないです、居酒屋。ミコニスコミスキーさん、300円均一の居酒屋なら知ってるなって。あるんだ。あ、けどある、名古屋にありますよ、多分300円均一とかだったら。はあ、そうなんだ。なんか見たこと、県外でも多分見たことありますよ。ダンサーズがバス改造したらどうですか。バスが居酒屋ありだな、トラックより。楽しいね、夜景も見れる。バスけど、まあ、資本金最初の、まあけど、いいっすね。まあまあまあ、うん、まあそれは置いといてですよ。利益は考えるよね。そっちやっぱり考えちゃった。考えるよね。そう一応、ごめんなさい。世界の缶詰食べれる居酒屋がいいな。缶詰は缶詰バーがある、結構、昔から。缶詰はすごい、うん、面白いですもんね。パパヤさん、量は少なくていいから100円分の小鉢が出てくる。面白いのかも、たくさんの種類だ。小鉢いいよ、小鉢あれで。小鉢は確かにいいかも。バスに酔うのか、お席に酔うのか、高保さん。缶詰だけありますね、味噌の国。確かに高保さんの言うこと間違ってないかもしれない。どっちに酔うんだろう。高保さん、ドリフのコントみたいに先生が試験中に兄弟の下で、寿司握らせて、寿司握らせてお酒飲みながらやってたら面白いけど、問題になるからと思う。もう問題、今言ってるのは全部問題になりますよ。大体問題になります。いろんなところが手挙げる。まあ保健所さんとかね。そう家でみんなで集まるときに、庭にキッチンカーみたいな感じで出張居酒屋来てくれたらな、楽だな。あ、これありだな。あ、けど庭とか来るとめっちゃいいじゃないですか。うん、一軒家の人はいいよな、団地だからな。ワンの車一旦隣の有料駐車場に移動して、そこにキッチンカー入れて、隣の車とスペースこんだけしか空いてないから、横から混んでて、そっちから
狭いな。まあ一応一つのエンタメですよね。それもこれでもいいけど、うん、フィンガーさん、シーレーション居酒屋なんでしょうこれは。シーレーション、さあ、次のメールいきましょう。おもろ、次のメールがめっちゃおもろいじゃないですか。面白いね、いろんなのがあるね。それからそれから、あった、ラジオネームモルコジさん、川向こう心うり太郎さんですよ。ひみさん、アハンティさん、こんばんは。僕はモルック居酒屋があったらいいですね。知ってるモルックって何か分かる？モルックって何ですか？競技だけよ。競技？木の、木のあれは何て言うんか、モルックさん、あ、思っているけど、あの、あれを投げてボーリングみたいに立ててる木を、木の枝を倒す、え、枝じゃないな、筒みたいな円柱状の、はい、あのピンみたいなボール、あの木の札を木の、え、木のあの駒みたいに投げて倒す競技。これがどう、モルックっていう、モルックっていう競技なんですか、はい、ボーリングは転がすけど、これはあの、あ、なんて、手の甲を上にして、手の甲を上にする、手の甲を上にしてアンダースローで投げるんですよ、はい、アンダースローで投げるんですかね、そう、わかんない。モルック居酒屋、ダーツバーがあるんだからあっても良さそうっていうのはパパヤさん、モルックはフィンランド生まれのスポーツです。地面に木製のピンを12本置いて、離れたところから木製の棒を投げてピンを倒します。その点数を競う、老若男女誰でも楽しめるスポーツです。これ結構流行ってて、うんうん、このコロナで室内競技ができなくて、これ外でやるから外で遊べるって言って、ちょっとあのテレビでも結構あのもてはやされたとか、ピックアップされてたね。気軽に楽しめるので、もし居酒屋で飲みながらモルックできたら楽しくて盛り上がること間違いなし。ひふみさんもアハンティさんも今度一緒に遊びましょう。ではでは、モルック、ちょっと調べてみます。モルックはあの方、今でもちょっとあんまり想像できてないです。あの方モルックの第一人者ですから、ね、本当ですか。相当好きですよ。大会とか出てる。大会もあるんですか？大会もあるんですよ、モルックの。わかんないですね、ちょっと調べてみます、モルック、はい。ひふねも沖縄大好きさん、ひふみさん、キャンさん、ゲストのアハゴンさん、こんばんは、こんにちは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスの沖縄大好きです。メッセージテーマ、あったらいいなこんな居酒屋。僕も居酒屋でアルバイトをしたり、居酒屋にお客さんとして行ったことがありますが、もしあったらいいなって考えると、カラオケができるスペースとか。僕の地元は那覇なのですが、昔ある居酒屋がカラオケも歌える宴会スペースを設けていました。今はそのスペースはありませんが、もしあったら楽しそう。この方若いんですよ。なるほど。ステージが昔あったじゃないですか。まあ、今でもあるんじゃないですか、沖縄あるところもあるけど、昔の、はい、多分分からないかもしれない。なるほど。このおじさんたちが若い頃の居酒屋で。そういうことなんですね。うん、ストロング3本目きた。あ、ストロングじゃないです。ちょっと弱いやつ飲んでます。楽しそう。あと子供たちが退屈しないように、子供たちが楽しめる映像を流したりとか、小さい子ならアンパンマンとか、他にも注文した料理がエレベーターで来るとかある。あれでく、なんかこの なんていうんですかね、このご飯だけが入る、なんか、うん、あれは見たことあります。あの要は ちっちゃいエレベーターでしょ、パパって言ってこれで上に行ったりとか、うんうんうん、あ、そういうのは見たことありますけど、ホテルとかにあったりする、ホテルは見たことありますけど、うん、そういう感じってことですよね、テイスト的には。注文したものをタッチパネルで押して送信とか、いや、あるよ。いや、多分あると思います。提言あるよ。待って待って、うん、沖縄大好きさん。今言ってる全部あるよ。多分あると思います。バリアフリーにも特化したところとか、あ、バリアフリーがね、なかなかね、車椅子用の席や通路スペースなどを作ったり、クリスマスはサンタさんの帽子をかぶったり、もしくはサンタの仮装してお子さん連れの子供に、子供用のプレゼントとか、大人にはちょっとしたプレゼントとか、行事にちょっとだけ力を入れてるようなイベントも楽しそうですね。店員さんがハロウィンの仮装したりとか、みんなが楽しめるような居酒屋なら OK かなと思います。一応うちはみんな仮装しますけどね。今年やりました。あ、仮装は一応みんなではないですけど、一応しましたけど、うん、クリスマスの一番気合い入れてやろうと思ってる。今度、はい、仮装する。します。どんな感じで、僕は言える範囲で言うと、一応やっぱり体育的にサンタか。そうですね。サンタが一番無難から、だからずっと僕はもうあの袋持って。サンタじゃないでしょ。何がですか。袋でしょ。袋に行きます。あ、僕が詰められてるってことですか。あ、誰か持ってくれる人がいたんですけどね、115キロで。持てないな。面白いですよね。わーって出てきたら。持てないよな。わー
って言うのが一番面白そうですけどね。袋の方袋の方って袋の方そっちが一番楽しいですけどね。クリスマス僕バイやってる時にお客さんに呼びかけて500円か1000円のプレゼント交換会した。あ、事前に常連さんにも周知して、はい、この日プレゼント持ってきてって言って、で持ってきてない方も現金出してもらって、その現金もその場で番号交換してっていうのを30年前にやった。あ、じゃあこれでなんか要はくじ引きみたいな感じで。そうあ、面白いっすね。持ってきた方のプレゼントに番号振って、はい、そのくじを作って引いてもらうとか。うーん、お店に来た順に引いていってもらったんかな。あ、なるほど、うん、そういうのやったな。そういえば高校生の時にエロいメニューばっかの居酒屋によく行ってた。なんでみんな高校生とか中学生で酒飲んでしてる。これ言いたかったんですけど、はい、僕があったらいいなっていうのはやっぱり、うん、バニーガールがいる居酒屋がいいかなと思ってますけどね。単純にシンプルに男だけなんで。どうなんだろうっていう。昔あったよな僕行ったことないんで。そういうバブリーの時にはあったよ。あったんですね。まあ、行ったことないんで今の時代でやってもだコンプライアンス的に大丈夫なのかなって部分もありますし。ええ、大丈夫よ。だそれに近い、うん、下着でやってるお店もあったし、おっぱいも回ってたし何でしてるいや本当は行きたいですよね、そういうのあったら。でもね、うん、あのね、なんか酒飲む気分じゃなくなるんだよな。あ、逆に居酒屋じゃないんだよな。あ、そうなんですか。なんか居酒屋でやると、はい、やっぱりちょっとこのエロ路線が強いとちょっと下品になってくる。食事が美味しくなくなる。あー、そういうことなんですか。うん、だから上品な感じのちょっとセクシー系ぐらいまでだったらいいのかな。だけどもちょっとなんか俺バドガールバーがあった。そうあった。なんかあれですか、じゃあ要はもうがっつりのやつじゃなくて、要はなんかチラ見でなんか太ももの裏が見えるとか。そうだから結局コスプレバーとかさ、はい、コスプレ居酒屋とか、なんか昔ねミニスカートみたいなハッピーだけのお店みたいな。ハッピーだけ。あー、そうエロエロ。なんかあんなのとかあった。あったよ昔。食欲と性欲は両立しない。確かに本当だよ本当だよ。けど食欲、三大欲求なんですけどね。食欲負ける。食欲負ける。うん、はい。見ときたいですね。ヤンポーさん、東村から元ウェイトリフティングのオリンピックの選手かな。オリンピアンの吉本久彌さんを派遣するね。100キロは。ああ、僕が袋に入ったらってことですね。いいですね。ああ、じゃあもうぜひぜひうちで。無料で。すけどいいですか無料で来てもらいますけどいいですか行きますかね。そこね、その辺交渉して飲み放題にします。この方この辺好きなだけ飲んでもろっていいね好きなだけ飲んでいい。上品なエロってことかな。そうなんですよ、上品なエロが、ね、難しいんですよ。エロって上品追求するの難しいですよね。ああ、もうシャレないといけないです。シャレないメイド居酒屋とか巫女さん居酒屋なら行ったことある。やっぱりあるんだよ僕たち先輩年、まあ、パパ屋さんもだいぶ下だけどな。そういえば、あ、これエルメニュー、メールも行きましょう。それからメールが止まらんな。あ、来たこんばんは、ひふみさん。居酒屋経営者の方テーマとはかなりずれます。お昼に高齢の母親緊急搬送。待っとけよ、この部分だけは放送なし。いや、どっからよ、どこから読んでいいの、どっから読んだらダメなの。じゃあ高校生の時は京都にいたから、はい、忍者のコスプレしてる。ああ、そうなんですけど、忍者。さすがだ。忍者のコスプレいいっすね。なんかちょっとエロいっすね。なんかこのテイストもちょっと一つなんかあれば。和風のねエロはねちょっとコミカルなところもあったりしていいっすよ。なんか言いたいこと言いたいいっぱいあるんですけど、なんかどうわあ。あ、来た。こっからだ。ひふみさんは両親健在ですか。治療が良い方向性に行けばと祈るばかり。番組にそぐわない内容ですみません。スティービーバンドのナンバー流れてたね、泣きたくなった。確か映画アウトサイダーのラストの曲、南国パイナップルさんということで。あ、お母さんがちょっと緊急搬送されてちょっと大変だというところですね。なるほど。僕の両親はうちの母が8年前に急逝しました。寝てる時に亡くなって、朝起きたら寝てるで亡くなってたみたいで、うん、まあ両親健在でもその健在じゃなくても自分の人生を子供が生きてれば親としてはまあバンバン在です、ね、まあ、す結婚してます。僕は1回離婚してました。子供はいらっしゃいますか。子供いないです。お、
ただ一応僕も、まあ、先ほど言ったんですけど親父はもう亡くなって、うん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 、親父の名前をうちのお店で屋号で使わせてもらってるんですけど、うんうんうん、やっぱり言ってましたね死ぬ間際も、うん、お前たちは健康でいてくれって、うんうん、まあ、同じ気持ちは一緒だと思いますよ、うんうん、やっぱり子供たちとか家族の家族の心配をめっちゃしていったので、うんうんうん、僕はもうだから健康も気をつけないといけないなと思ってるんですけどこの体型なんで多分親父に今見られたら怒られるかなと思ってますけど親になって思うのがもう親孝行って何かってなったら子供の健康と、はい、あとは自立した生活、はい、これだけです。ちゃんと働いた何かしらちゃんとして働いて、はい、まあ、まあその人ができるスキルでね、はい、その得た収入だけで生活してで借金とかして余計なお金返せないのを借りたりとかって心配しないような生活をしてくれればいいなとしか思わない、うん、だから健康であればいいですよ、うん、居酒屋自分も宜野湾市の330の居酒屋で58号線の七福神で働いていた。仕込みで焼き鳥とかやってた。食材がフリーの兄貴とか言ってたって。ああ兄貴はもう今でも全然。あ本当兄貴って言いますもん。やっぱフリーの兄貴、フリー兄貴から出してみたいな。あ兄貴が出してってやっぱ言いますけどね。やっぱりけどちゃんともちろん鮮度は味見とかしてもちろんね、もちろんやるんですけど、うん、兄貴はもうずっともうみんなどこの店も多分みんな、そりゃそうです、うん、それはもう使う言葉ですね。ね時計見てね、あと6分、あと6分だよこんなにこんなに早いですね俺1時間半ですけど、うん、もうちょっとかなと思ってましたけど、ね、でしょ、すごいなんか体感がすごすぎて、そう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 、なんか伝えたいことはまあ伝えてはいるんですけどもちろん僕も大丈夫、他になんか伝えたいとか宣伝とかあったら、いやいや大丈夫です大丈夫です、皆さんお店来てください。あもうぜひ、ね、まあ、それだけは遊びに来てください。とりあえず、うん、なんかお話したいですねいっぱい。あもうラジオネームだけではちょっとわからないので来た時にひふみずば来てきましたよとか、ああそれで言ったら本当にありがたいです。お友達になっていただければと思いますよ。 SNS もやってるもんね。あ一応うちはインスタがメインですけど、うん、エンタメ酒場保つで、はい、でSNS、インスタ探してもらえれば、皆さんフォローしてください。ちょっともうとりあえずもうツイキャスもちょっといろいろやろうと思ってるんで、ね、ツイキャスいいっすよ、はい、やると思ってるんでちょっと頑張って、はい、それも同じ名前でやっていこうと思ってます。うんうん、ぜひよろしくお願いします、はい、さあ、今後そのお店だけですか活躍していこうと。あいえ、なんか違うことやろうとしてます。やろうとしてるんですけど、うん、こっちが今すぐじゃないかなって思ってます。一応ちょっと海外に向けてやろうかなと思ってます。お飲食だけじゃなくて。あなるほどね、バスケットとかバスケットで、まあ、ちょっと全くやったことない分野なんですけど、うん、まあ、沖縄でなんか仕入れて、うん、カンボジアとかあの辺に、要はリサイクル、はいはいはい、まあやろうと思ってるんですけど、これはちょっと今情報収集してる段階なんで、うんうんうん、すぐにはやるって大っぴらに言えないんですけ ど、 なるほど、ね、今も収集して、まあ、今後先はやっていくっていう予定はあるんですけど、いいっすね。あとは2店舗目をちょっともううるましか、うん、まあこの辺かどっか分かんないですけど、これから別の店と業、うん、居酒屋じゃなくて別の業態、いやパスタ屋とか、はいはいはい、まあ、そういうのもちょっと含めて、あじゃあいろんな異業種でなんかいろんなことやっていきたいって感じだ。はい、その先駆けも一応ランチなんで、ランチはピザ食べ放題、うん、居酒屋ではないので、うんうんうん、まあ、それも含めてちょっと反応を見て、うん、まあ、うちのシェフもいるんですけど、専属のシェフがいるんですけど、うん、シェフもこういう店やりたいとか、この人にちょっと本人がやりたい店をちょっと出してあげたいので、僕はその本人がやりたい店をちょっとこっちの店に行きたいと。経営者としてね、やっぱりね、そのスタッフが伸びていく姿っていうのを応援したいよね。そうです、やりたいお店って。一緒にやってるこのキッチンの子も、うん、要は僕の同級生で結構腐れ縁なんですよ、うんうんうん、だから彼の店も出してあげたいんで僕は、うんうん、まずはうちの店が盛り上がらないといけないんで、うんうん、まあ、そこから波及してちょっとやっていきたいなと思ってるんで、 そこはブレずに負けずにちょっとやっていこうかなと思ってます、うん、その先駆けが今ちょっとランチのピザの食べ放題、はい、っていう感じでやってるんで、うん、ぜひ皆さんエンタメ酒場保つ、はい、応援してください。いやお願いします。あとさ、はい、ちょっと話変わるんですけど、はい、山内さんがなんかラジオやりたいって話をしてた。時間帯が合わないんじゃない？会えば、会えばやラジオとかもやってみたい。やってみたいって言いましたけど、うん、まあうん。ラジオはぶっちゃけあれなんですよ。うん、もう1年前ぐらいからやり取りしてる方がいたんですよ、うん、アシスタントの方。もう辞めちゃったんですけど。こっちで小春さんっていう方が。ああ僕ずっとやり取りしてて。あ、本当に。時間だけずっと合わなかったんで。ああ、だからさっき小春の話、番組の話も分かったんだ。ああ、分かります、分かります。ずっとやり取りしたんで。うんうんうん、でも、
彼女ともやり取りしてて、うん、ちょっと時間帯が合わないねって言って、それで僕ちょっとあのラジオちょっと離れてしまったんですよね。あ、なるほどね。で、あとはもうネットでできるラジオ、あのなんか、あるじゃないですか、無料でできる。あれはやっぱちょこちょこやってたんですよ、うんうんうん、けどやっぱりなんかやっぱりやってても、うん、県内ではないので、うん、やってる方があの知り幅は広がったんですけど、うん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 、やっぱり沖縄県内の人とやっぱりもっと絡みたいなと思ってるんで。あー、なるほどね。で、ゆかりさんが、うん、ゆかりんこさんがちょっと紹介してくれて、うん、まあ、番組おいでって言ってやってくれて、それでまた今日もつながったんですけど。わかりました。半年に一遍ひふみずばでラジオやりましょう。半年に一遍でいいんですか。うん、お試しラジオっていうので募集してるんですよ、僕。ラジオやりたい人をこの枠の中で番組やってもらったりしてるので。あ、そういうこともしてるんですか。はい、あ、ぜひぜひぜひ。僕ミキサーやるんで。あ、ぜひ。メインで喋ってもらって。あ、じゃあちょっと勉強したいですね。はい、ただ好きなんで、その辺もちょっと考えながら。あ、はい、ぜひ。今後ともめっちゃ好きなんで僕ラジオ本当に。いや、もう楽しいな。いろんな話ができますよ。あの、ぜひ皆さん、エンタメ酒場保つのアハンティさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、今日美味しいの食べ持ってきてもらって。いや、もう持って帰ってくださいね、ちょっと、これ。はい、いただきます。スリピビートのオープニングトークも募集してます。12時からの番組のパーソナリティさんなんですよ、スリピビートさん、このパパ屋さん、はい、パパ屋さんの番組にはオープニングトーク3分ぐらい好きなこと喋ってる、あの音声募集してるので、店の宣伝できますよ。あ、そこで、まあ、はい、後でちょっと細かく紹介したいと思いますよ。あと、エンタメ酒場保つ あのインスタのアカウントもパパヤさんが載せてるので、皆さん、ツイッターの方からチェックしてフォローしてください。ヤンポーさんも、ヒンガーさんもフォローしたって言ってますしね、パパヤさんも、うるましいな、石川テレにできたら行くって。石川か。まあ、うるましいですからね。石川は僕、あの地域結構好きなんで、考えてますけどね、一応。あやなりさんもフォローよろしくお願いします。さあ、ということで、ひふみずば、いかがでしたか。いや、もうめっちゃ楽しかったです。もう、本音を言えば もっともっとやりたいぐらいです。また遊びに来てください。はい、今度僕もお店の方に行こうと思います。ひふみずば、そろそろ閉店の時間です。来週も、ちょっと面白い人、懐かしい、知ってる方もいるかな、懐かしいゲストさんがいらっしゃいますので、ぜひお楽しみください。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。楽しかったです、本当に。ありがとうございます。今、放送では BGM 流れてるんですけど、はい、ツイキャスは今まだコメントできますよ。あ、本当ですか。声は今まだ生きてるので。あ、インスタフォローありがとうございます、本当に。皆さんありがとうございます。本当に助かります。駐車場係か、インスタフォロー、本当は何でもできるんだな。はい。駐車場係は難しいですよ。駐車場係はね、皆さんやりすぎるんですよ。あんなのね、言うこと聞かないんだからね、あの案内して、あのアッターはね、無視した方がいいです。本当に、どんだけも見てきたから、ね、駐車場の中で。そんなにも見たんすか。あ、もういろんなところで駐車場やってた。あ、そうですか。はい、あの大変です。すっげえ。皆さんどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。いや、本当にありがとうございました。お店の方もぜひ、遊びに行って、ランチね、夜はなかなか行かないということは、ランチ行けるか。土日だけやってるので。土日のランチね。はい。よろしくお願いします。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、閉めます。ありがとうございます。はい、ありがとう。投げキッス。